母の死をきっかけにピアノが弾けなくなってしまった有馬厚生君、その有馬厚生君をコンサートの伴奏者に任命した宮園かおりちゃんと厚生君が2人で練習に励んだ曲、クライスラーで愛の悲しみ、お送りしました。皆様、今日はようこそお越しくださいました。4月は君の嘘クラシックコンサートへようこそ。でこれすごい最初が肝心なんですけども、日頃クラシックコンサートによく足を運ぶという方、ちょっと手を挙げていただけますか。ほほう、そんなに行かないという方手を挙げてください。ほほう、なんなら全く行かないという人手を挙げてください。今日はこれはでものすごい楽しい日になりますね。ぜひ楽しんでてくださいね。素敵なホールです。ここは素晴らしい本物のホールです。ただ今日はその本物ももちろんなんですけども、少しこう肩の力を抜いてっていうか、今気づいたんですけど、こちらにもお客様がいらっしゃるので、楽しんでちょっとふわっとした気持ちで鑑賞していただけたらなと思います。さて、4月は君の嘘、現在アニメの放送がされていますけれども、月刊少年マガジンにて連載中の荒川直さん原作による漫画で、中学生のピアニスト有馬厚生君とバイオリニスト宮園かおりちゃんを中心とした音楽と、そして青春とラブストーリーがミックスされたみずみずしさあふれる作品ですって読んだところで、すいません、思い出しました。今日の司会を務めます田辺と申します。よろしくお願いいたします。さあ、アニメの方も非常に好評でして、なのでこういう音楽面からも盛り上げて、そして楽しんでいけたらという企画で今日はお送りしていこうと思います。今日初めに演奏していただきました、篠原優奈さんですけれども、これまでに日本の一流オーケストラなどと共演するほか、テレビ朝日題名のない音楽会にもご出演、東邦女子高等学校音楽科を首席で卒業なさって、現在特待生として東邦学園大学ソリストディプロマコース在学中です。2012年第2回ガダニーニコンクール第1位など、さまざまな賞も受賞なさっています。この後もアニメに登場する曲を弾いていただきたいと思います。緊張してませんか？大丈夫ですか。さて、先ほど篠原さんに演奏していただいたクライスラー愛の悲しみは、原作ではコンクールのガラコンサートで厚生と香織が2人で演奏する予定の曲でしたが、じゃんじゃん、ここでクエスチョン。
当日かおりちゃんは来るでしょうか、来ないでしょうか。そこのお姉さん、あなたですよ。今思わず隣見てましたけど、二択です。彼氏優しい。そう、来ないですよね。ありがとうございました。そして光成君としてはこの曲、バイオリンとピアノで本来やる曲をバイオリニストが来ない、とっさに光成君は昔から弾き慣れているバージョンを弾くことになります。実はこのクライスラー愛の悲しみはもともとそうです、ピアノとバイオリンの2人で演奏するものですが、ロシアのピアニストラフマニノフがピアノ独奏用に編曲したものがありました。光成君は昔からそれを弾いていたので、とっさにそれを思い出して演奏します。さあ今日この東京公演ではアニメで有馬光成君のモデルアーティストとしてピアノの演奏をしているピアニスト坂田智樹さんにお越しいただいています。早速その愛の悲しみをピアノ独奏版の演奏でお聴きいただきたいのですが、まずはクラシックファンならずとも一回は耳にしたことのあるショパンの曲を手始めに聴いていただきたいと思います。ショパンご存知の方、ショパンってすごいですね。ショパンってすごい。まずはですね、ショパンの曲、そして続けてラフマニノフがピアノソロ用に編曲した愛の悲しみ、2曲続けてお楽しみください。Thank you.
リアル構成くんです。坂田智樹さんの演奏を聴いていただきました。もう一度大きな拍手を。さて、1曲目に聴いていただいたのがショパンです。でショパンで革命のエチュードというのでおなじみの方も多いかもしれません。破綻調作品10の12番で、この革命のエチュードとして有名なこの曲ですけれども、ショパンポーランド出身なんですが、そのワルシャワがロシア軍に制圧されたというふうに聞いたときに、本人が怒りをピアノにぶつけて作られた曲と言われています。したがってファンも多いですよね、この曲に関しては。さて、この曲はしかしそのショパンの曲ですけど、まだアニメの方には登場しておりません。どこで登場するのかネタバレになるのでまだ言えないのですが、ぜひアニメの方で楽しみに待っていてください。さあ、ピアノを演奏していただきましたリアル構成くんですけれども、坂田智樹さんとおっしゃいます。で、世界的に権威あるバンクラインバーン国際ピアノコンクールにて最年少で入賞、2009年アジア国際音楽コンクール最優秀賞など多くの受賞歴がありまして、16歳の時には世界で最も才能のある若いピアニスト6人に選ばれたという。なんで6なんだとか質問は聞かないでください。けども6なんですね。多分クラシックなんか6とかあるんですかね。で、国際的に多くのリサイタルで演奏活動もされています。現在21歳、ドイツの音楽大学で研鑽を積まれています。坂田さんには続けてアニメに登場する楽曲を弾いていただきます。どうぞお楽しみください。
まずはちょっと一息つきましょうか。非常に力強い演奏、そして華やかな演奏を聴いていただきました。最初に聴いていただいたのが井川恵美ちゃんが弾いた木枯らしのエチュードですね。漫画の方でも、皆さんご記憶でしょうし、アニメの方でも、木枯らしのエチュードといえば井川恵美ちゃんで、エチュードというのは練習曲ですので、先ほど弾いていただいたのは練習曲です。あれですごいですよね。で、木枯らしのエチュード、そして次に弾いていただいたのがドビュッシュの月の光ですけれども、これ光生くんが椿と寄り添いながら音楽室で演奏するシーンとかって覚えてますかね。覚えてますよね。今大きくうなずいてかれた方がいらっしゃいましたが、その音楽室で演奏していたドビュッシーの月の光、そして最後に弾いていただいたのが11歳の時、お母さんを亡くした直後の光生くんがコンクールの途中で弾けなくなっちゃった曲ですね。ベートーベンピアノソナタ第14番、ピアノソナタ月光第3楽章を聴いていただきました。で、ここから少し雰囲気を変えてまいりたいと思います。なので少しこう背伸びしたい人今していいですよ。いや本当本当、まだこの先長いから、ね、上の方の皆さん楽しんでいらっしゃいますか。今日は本当にこの後スペシャルなゲストが続々登場しますので、ゆったり座っててくださいね。本当お尻痛くなっちゃうんでね。はい、さて、ここで金髪のバイオリニストという言い方してどうなのかな、直人さんをご紹介したいと思います。東京芸術大学音楽学部器楽科ご卒業、10代の頃よりプロのアーティストのレコーディングやライブサポートなどしてらっしゃいます。2005年にファーストアルバムサンクチュアリでデビュー。これまでにもですね、ポルノグラフィティのライブサポートですとか、愛ちゃん、今ベイマックス的な愛ちゃんの武道館コンサートの音楽監督ですとか、あとはドラマのだめカンタービレでのだめオーケストラの選考オーディションから関わり、ご自身も登場されています。さらに劇中の楽曲提供もされているという、そんな直人さんは、最近では NHK の、スタジオパークからこんにちは、このテーマ曲も作られて、そして、この間はご出演もされました。ご存知の方も多いかと思います。で、その直人さんに今からちょっと弾いていただくんですけれども、まずはその NHK スタジオパークからこんにちはのテーマ曲となっている昼風、そしてこれぞバイオリン曲というモンティ作曲のチャールダッシュ、続けて演奏していただきます。
伴奏者の野津さんにも大きな拍手お願いします。さて、さてここで少し直人さんともお話をしていきたいんですけれども、はい、立ち位置は、いや、いいんですよ。いや、私ね、今日この緑のテープから、そう、僕これ立ち位置動かないでって言われて、どこって言われるの忘れてたんで、じゃあ、え離れて喋りますか、ね、珍しく。この微妙な距離もすごくね。真ん中います。わかりました、はい、じゃあ私ここにいます。改めまして、ヴァイオリニストのナオトです、今日は本当に来ていただいた皆さん、そしてニコ生を見てくださっている皆さん、どうもよろしくお願いします。はい、ぶしつけなつもりはないんです、はい、けどクラシック、ちょっと近くに行っていいですか。いまいち MC が聞こえない。そう、はい、ぶしつけなつもりはないんですけれども、今クラシック弾かれてましたよね。ライトの中に入っていいですか。いいですよ、はい、仲良しみたいじゃんこれ。仲悪いわけじゃないけど、はい、よろしくお願いします、ね、はい、すごい近くない。だってここの辺何も当たらないんだもん。そうなの、さっきね、見切れて、なんか私この辺で立っちゃって真っ暗だったらしいんだ。でしょ、だってちょっと僕も裏でニコ生見てましたけど、暗い時あったもん私、うん、性格が、はい、離れます。そういう風に置いていくんですよ。そうか、この野津くんのここにいればモニターが聞こえるんだ。あ、そうか、私もここにいればいいってことかな。でも私緑のところにいろって今日言われたもん。いなさいよ、言われたことを守れればいいじゃないの。え、言われたことをほら、やっぱ聞こえないんだね。聞こえない。進めよ早く前に。あなた司会者でしょ。私司会者です。そうでね、はい、まあ何が近くに聞こえない。分かった、はいはいはい、じゃあこの辺は後でクリアにしとく、うん、そうしよう、うん、まあ、初めてだからね。そうだね、なんか漫談みたいだね。2人だから漫談とは言わないけどね。あ、言わないよね、うん、漫才だ、うん、漫才だね、うん、真正面見ていていい家族ゲームみたいだね。早く進めてください。ちなみにこの方先ほどクラシックを弾かれてましたけれども、はい、このいでたち
何かご不満でも。いやでも普通、これって普通僕にとってはユージュアルです、はい、まあそうですよね、はい、あのクラシックをもちろん最初に始めてらっしゃる直人さんなんですけれども、はい、当然ポップスフィールドにもね手を広げ手を広げまあ活躍の場を広げて行かれたわけですけども領地拡大みたいなこと言ってますそうだね、大名みたいになってきたね、全然違いますよ。あの、はい、最初そのクラシックから始まってポップスに行くっていうのは何かこう抵抗というか、あとチャレンジはありましたか？抵抗、そういや僕にとってはなかったですね。あの、まあ、でもポップスをバイオリンで弾くとなった時に一回弾いてみてあんまかっこよくなかったんですよ、自分の演奏が。そういう場合どうかっこよくなかったと思ったんですか？なんだろう、乗ってないというか。若い時ってまるで若くないみたいなことを言ってるみたいですけど、はい、若い時ってどんな音楽を聴いてらしたんですか？いつ頃ですか？僕あのでもベスト10で育ってますから。私もですけどまあ同い年ですからね。そうですよね、はい、じゃあマッチ？そこ？僕ねアイドルはあまり興味がなくて。どっちですか？どっち方面行ったんですか？マッチの後はどっち？うまいねこの人関西人なんですよあなたもね。私違うのよ。あ、そうなの、うん、まあいいや、そうですね、僕一番初め好きになったのはジュリーさんです。おお。ジュリーさん、沢田研二さん好きで、あのパーマ当てました。何歳で？3つ。まあ、それでその後は当分あれですね、その後やっぱり玉置浩二さんですよ。ああ、もう絶対安全地帯です。絶対です。私今日初めてあなたとお友達になった気がしましたいやまだお友達だと僕は思ってないです。ですよね、はい、さて、この後のですね、直人さんの活躍なんですけれども、ご活躍あの今年の、まあ、まだ1月なので、はい、どのようにしていこうかなと思ってらっしゃいますか？あの僕今年デビュー10周年なんですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あのデビュー10周年で、去年にそれをまあ10周年に向けてということでベスト版を出しまして、ベストアルバムを発売しまして、今年は10周年イヤーということで、4月、あこれもね、何でもない何でもない、4月5日にですね、東京国際フォーラムの、はい、ホール C で、その前の日に大阪の、サンケイ、ブリーゼっていうところで10周年の記念コンサートをやるので、ぜひこちらの方にですね、まあまあ、本当残りチケットわずかなんですけど、ぜひ遊びに来ていただければなと、まあまあ、クラシックの、ね、皆さんこう楽器だということはもうここに来てくださっている方たちはね、バイオリンがクラシックの楽器だっていうのは分かってらっしゃると思うんですけど、まあ、ポップスというジャンルにもバイオリンは合うんだなというところをですね、まあ、見に来ていただければははーんって思いますからですね。クラシックの世界にもこういう気さくなおじさんがいるんだなと思ってもらえれば、ね、いいですよね。そうだね、はい。さて今日はもう一人素敵なゲストをお迎えしてるんですよね、はい、直人さん。そうですね、はい、セブンアップスの七重さん今日はお迎えしています。七重さんどうぞ。さて1月よりアニメの第2クールが始まりましたけれども、そのオープニングとエンディングが変わったことを皆さんもあのお分かりかと思うんですが、今日はそのエンディングテーマを歌っているセブンアップスの七井さんをここにお迎えしています。こんばんは、よろしくお願いします。さて大人気のアニメのエンディングに決まるということで、最初どんなお気持ちでした？はい、いや本当原作の漫画からメンバーすごい大好きだったので、はい、めちゃくちゃ嬉しかったです。ということはやはり今日もちょっとリハーサルを見させていただいたんですけれども、はい、歌詞とかは随分漫画にこう寄った感じで書かれたんでしょうか？そうですね、今回もエンディングとしても書き下ろしさせていただいたんですけれども、はい、離れていても変わらない思いっていうのをテーマに書いてまして、はい、エンディング初めて見た時に本当に泣きそうになりましたね。多分そういう方ももしかしたら多いかもしれません。この後まだまだ展開がありますのでね、エンディングと合わせて聞いていただきたいと思います。で、七重さん今日は今からまた歌っていただくんですけれども、はい、今年の活動予定など聞かせていただいてよろしいですか？はい、私ですねセブンアップスっていうバンドで活動してるんですけど、去年もバンドとしてすごくライブをたくさんしたんですが、今年もたくさんライブをやっていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんライブにも遊びに来てください。お願いします。さあありがとうございます。今日はですねこのお三方、ステージの上にいらっしゃるということで、4月は君の嘘第2クールのエンディング曲オレンジをこのメンバーで素敵なスペシャルバージョンで聴いていただきたいと思います。
でもないことで笑い合い、同じ夢を見つめていた。耳を澄ませば今でも聞こえる君の街の中。
奈良江さん、のぶさん、ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお送りください。結構いろんな場面とかあとエンディングとかを思い出された方も多いんじゃないでしょうか。皆さん楽しんでいらっしゃいますか。少し温まってきました。やっぱりこれだけ本格的なホールですからね、最初緊張したりとかもあるのかなと、今日皆さんが入ってくるのをちょっとあそこの窓から見たりしてたんですけれどもね。クラシックと聞いて少し堅苦しいなと思うイメージがある方は、今日それをこれをきっかけにね、なんか違う見方をしていただけたらなと思うんですけれども、今日はですね、まだまだこの後ゲストコーナーが続きましてですね、ウェブ上でも発表がありました。本日その情報を見ていらっしゃった方というのも大勢いらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、アニメ4月は君の嘘の監督、石黒恭平さん、スタンバってらっしゃいます。で、宮園香織の声を担当していらっしゃいます声優の種田梨沙さん、そして宮園香織ちゃんの動きのすごい引くでしょう、アニメの中でもあの動きを、彼女を引く姿を見て、作画がされてるんですけども、そのモデルアーティストの、篠原優奈さん、先ほどから弾いていただいています。そして、昴生くんのその動きとかあと音を担当していらっしゃいます坂田智樹さんにもご参加いただいているので、今日は皆様揃ってお話を伺っていきたいと思います。皆さんどうぞお入りください。大きな拍手をお迎えください。篠原優奈さん、坂田智樹さん、種田梨沙さん、そして石黒恭平さんです。どうぞお座りください。いや監督、はい、すごいですねこの雰囲気ねすごいですね。いや格調高い、格式高い雰囲気と聞いてまいりましたが、ね、若干ビビっております。あちら側にいることはあっても、我々こちら、あのお二人はですね、多分この先ずっとこのステージに、ね、立っていかれる方ですけども、ここが本場みたいな。そうですよね、僕ら慣れてないですさあ、奥から、篠原優奈さん、そして坂田智樹さん、そして種田梨沙さん、そして、石黒恭平さんお迎えしておりますけども、まずちょっと監督、ちょっと、はい、ちょっともうちょっと温めますか。いや、揉んでいきましょう、揉んでいきましょう。わかりました。はい、まず4月は君の嘘の監督を務めていらっしゃるということですけれども、はい、初監督作品なんですね今回のが。そうなんです、初めて監督させていただいております。初めての監督作品が、はい、これほど本格的なクラシックものというのはどうですか。そうですね、もともと僕でも音楽好きだったので、どうせ携わるなら音楽のものがいいなと思ったんですよね、だからお話いただいた時に、その、原作、知らなかったんですけども、読ませていただいてですね、やった音楽ものがいきなりできるっていう、その喜びの方が大きかったですよね。中盤差し掛かって、はい、いよいよ盛り上がりの方も出てまいりましたが、はい、そうですね、現場は結構大変なことになっておりますが、2クール目放送が今もちょうど開始してるんですけども、やはり演奏がある話数とかもそれなりにありますので、その辺がちょっと作画をしていくのは大変ですが、頑張ってやっておりますので、どうぞご期待ください。はい、さて、そして種田さん、今日はですね、皆さん本当にスペシャルなのが、はい、声は、種田梨沙さんですけども、はい、動きは篠原さん、はい、今日はね、もう動きと演奏、そうなんですよ、はい、ダブルで視覚と聴覚が初めて舞台で今一緒なんです。もう本当に何ですかね、香里と昴生は本当に演奏してくださっているお二人とキャストの二人の4人で作り上げてるので、結構特殊な試みだなっていうふうに思いました。なんか自分の傍らに合ってるようなこういう再会のシーンを今皆さんにご覧いただいてるんですけど近い、くっついたら一つになるかもしれないですけど、ちょっとしたドッペルゲンガーみたいな、ね、どうでしたか、例えばその2人で作っていく部分ですよね、なんか2人でお話とかされた部分はあったんでしょうか。以前
あの雑誌で対談をさせていただいて、はい、そこで初めましてだったんですけど、はい、なんかずっとアフレコ現場でその篠原さんが演奏したこう曲を聴いて、でこう動きをつけたも映像を見てやっていたので、なんかものすごいやっぱり香りのイメージが強くて、うん、すごいエネルギッシュでパワフルな方なんだろうなと思ったら、なんかすごい華奢で、なんだかこの細い体のどこからあのエネルギーが出てるんだろうっていうぐらいすごい素敵な方で、ちょっと思わず緊張してしまいました。確かに宮園香織ちゃん の, その初登場の雰囲気と、あとゆうなちゃんから出る雰囲気とではまさか同じ人がっていう気にもなりますよね、監督ね。そうですね、篠原さんやっぱおっとりしてるイメージはありますね。そうですね、ちょっと険しい顔されてますけど、まあ、でも演奏を始めるとそのスイッチが入る部分っていうのはやっぱあると思うんですよ。全然やっぱり、うん、あ、見てた通りだなっていう。そうですね、なんかあの演奏録音をお願いするときに、やはりその原作からその篠原さんに対してそのディレクションっていうのはさせていただいたんですけど、はい、ある意味その演じるような形で演奏してみてくださいみたいなことはざっくりとお伝えはしたんですよね、はい、リレーションというのはこの場合その、うん、ゆうなちゃんの動きを、まあ、動きもそうですし、はい、あの録音するその演奏の音にも反映させてくださいみたいな形では伝えてるんですよ。どうでしたか、こんな難しいディレクションで、ね、実際どうでしたか。そうですね、本当漫画から受ける印象でしかちょっと分かんなかったので、うん、はい、香織ちゃんのイメージをこう、ね、できるだけ、うん、どんなイメージでしたか最初、香織ちゃんのイメージというのは。でもなんかもうスターみたいな感じじゃないですか、うん、なのでどうしたらこう輝けるのかなってちょっと考えながら。な、監督出来上がり の, その演奏の姿とかはどうでしたか。いや、よかったですよ本当。なんかでも、うん、ある意味役者になってくださいって僕は伝えてるんですけど、はい、それを、ね、見事にやってのけたっていうのがすごいなと思いましたけどね、うん、結構当日言ったじゃないですか、録音で、当日その録音開始する前に、まあ、坂田さんにも同じようなことをディレクションしたんですけども、漫画を見ながらこういう状態になりますみたいなっていうのをね、ある意味こう香りになりきってやってみてくださいみたいな形でこうお伝えしたんですよ。でプレッシャーには多分なっているんだろうなと思いつつも、こうこなしてくれたので、こう監督の立場としてはこうほっと胸を撫で下ろしました。この後も弾いていただくので、まずあの篠原さんにはここでご準備に入っていただきたいんですけれども、後でまたたっぷりその演奏、エネルギッシュの演奏を見ていただきたいと思います。皆さん、じゃあご準備の方よろしくお願いします。拍手でお送りください。その動きにですよ、声を乗せるわけですよね、はい、でしかも、もうようやく今坂田さんに行けるんですけども、うん、坂田さんもお待たせしました。マイクが坂田さんもまたその動きを監督からの、ね、何なら無茶ぶりもあったと思うんですけども、うん、それを受けてどうでした。そうですね、僕自身、まあ、僕ピアノ担当として、まあ、後世のピアノ、そうですね、あと、まあ、他のキャラクター、まあ、相沢君だとか井川さんとかの、うん、もう僕担当させていただいたんですけども、何が一番やっぱり難しかったかっていうと、この3人のキャラクターが読者の方はきっとご存知だと思いますけど、全然違くて、うん、違うパーソナリティで、やっぱこれを分けるって難しいなって、うん、なかなか自分の中でも個々の曲だったりとかによってこう雰囲気を変えるっていうのはなかなか難しいことで、なるほど、なのにそれなのにさらに曲だけじゃなくてこんな感じの人だよっていうのを監督さんからそうです、ね、いただいて、なるほどとか思いながらまあもちろん事前に漫画読ませていただいて、それでその時まだねアニメができてたわけじゃないから、まだ映像なかったですからね、映像がなかったんで、そこから考えて自分なりのイマジネーションを極力使ってやってるんで、すごい新鮮な体験でしたし、楽しかったですね、楽しかったです本当に、まあ、だけどただ難しかったです、ね、ごめんなさい喋りすぎちゃって申し訳ないです。どん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 、あなたのための時間ですから、はい、すいません、ありがとうございます。
いや、あと一番でも一番難しかったというか、さっきも一番難しかったって言ってたら、もう2番目に難しかったところなのかもしれないんですけども何度でも言いましょう、はい、すごくこれもなかなか大変だったっていうのが、その構成が途中で弾けなくなっちゃうとか、音が聞こえなくなったとか、そうね、このシチュエーションを表すのってすごい、いや難しいって思いましたね。そんな経験ご自身はないですよね。そんな、実際どうですか、どうなんですか、弾けなくなっちゃった、弾けなくなったっていうことは、まあ、もちろん起こしちゃいけないですし、やっぱり演奏を人前にお聞かせする際、やっぱダメですよねとか。なるほど。そうですよね。今日この場で途切れちゃうみたいなことですもんね。そうですね。まさかアゲインと言ってまた弾くまあなかなか大変なんですけれども、やっぱそのプレッシャーに、ね、押されながら常に弾いてるわけですけど、でもやっぱりそれが起こるか起こらないか別として、やっぱり自分の中でいつも不安はありますし、その出だしのこう若干の崩れが、うわ崩れてきたっていうのはやっぱり絶対に起こります。やっぱ人間なんで、そうなんだ、なるほど、なるほどね。これちなみになんですけど、はい、アニメの本編で使用させていただいてる、まあ、坂田さんが演奏した曲と先月かな、去年コンピレーションアルバムその発売したんですけど、はい、そこで入れている録音バージョンは実は別です。お、だから CD 用に録音したじゃないですか、はい、CD 用の録音とアニメ用の録音が実はあるんですよ、ね、そうだったんですね。そうですね、一応そういうことになっております。篠原さんもそもそももしかしたらその CD 用はもうまあ、CD をそうちゃんと、まあ、ちゃんとって言ったら変ですけ ど, すけど要はその、そうですそうです、わかります、本編と違う印象なんでしょうね。そうですね、ある程度こうオリジナル その実際にある、まあ、ショパンだったらショパン、ベートーベンだったらベートーベンの音楽をある程度こう皆様にぜひ聴いていただきたいというスタイルで、割とこうストレートな感じの演奏 で,、うん、そうですね、であとアニメ本編用にこう演奏したのは、今いわゆる土地でなんかどうなっちゃったんだ、うん、みたいなとか、うん、そういうのをこう演出しながら、高生君として弾くんですものね。そうですね、うん、本編はそうです。だから坂田さんとして弾く分には CD に入るんだけれども、そうですそうです、そうなんです、高生君ですもんね、うん、今日高生君ですからね、うん、お迎えしてるのも。そうですね、そうなんですよ。そう、愛の悲しみラフナインの版、さっき演奏されてたの、あれもアニメのバージョンとCD バージョン実は別です。特に最初のところ、最初の部分は怒りを込めて演奏してくださいっていう風に言って、なんかちょっとなんかその辺をこうね聞き比べてもらえると嬉しいですよね。そうですよね。うん、さらに今日ほら実際皆さんに会っていただいているので、この人がこういう引き分けをしてるんだっていう風にまた興味を持っていただけるといいですよね。でもどうなんですか、その種田さんもそうなんですけれども、はい、その演じるっていう自分とのそのキャラクターとの距離ですとか、まあ、乖離性ですとか、なんかどう付き合ってるんですか、キャラクターと。でもこの作品はすごいありがたいことに原作があって、先のストーリーだったりキャラクターを捉えるのがものすごくやっぱり漫画原作って分かりやすくて、ただそれでもやっぱり香りっていうキャラクターはものすごくこうつかみどころがあるようでないミステリアスな部分が多い女の子なので、ダイナミズムがすごいですよね、その感情。そうなんですよね、なんか本当に現実にいそうで意外とああいう女の子って14歳だと存在しないかもっていうところとかが、やっぱ自分と似てる部分っていうのがものすごく少ないので、どちらかというとやっぱりこうキャラクターがこの場で何を考えているのかとか、多分演奏されてる方もそうだと思うんですけど、この瞬間どういう気持ちで演奏してるんだろうとか、なんかその瞬間の気持ちをやっぱ理解するのにちょっと時間をかけて演じてましたね、私は。そう考えますと監督はすごい興味深い作品ですよね、はい、そうですね、演出しがいがありますし、演出するのは大変でもあったりしますね。確かに、まあ、でもかなり考えましたからね。あとは原作の荒川先生とのそのリレーション、そうですね、そこはかなり密にしました。で、まあ、これリサさんに聞くのもなんですけど、はい、監督って何してるんですか。監督、いや、じゃないです、監督、アニメの監督って現場で今日監督の服装がすごい数字ばっかり以上にうさんくさくうさんくさくないよ。この東京芸術劇場でこんなに数字が書いてあるジーンズを
あの背景この本当ですね、後にも先にもこんなに数字が出てることないですよね。そうなんですよ、格式高いを理解したらこうなるんで す, んです、僕なるんです。それぐらいなんていうんですかね、監督らしからぬゆるさみたいなのがあるんですけど、でも実際現場でもやっぱりお芝居の一番根幹になるディレクションはやっぱり監督の意見から生まれていて、監督ってだからその作画とか動きから、はい、あとは例えば演奏、今回の場合演奏者へのディレクションから、あと声優さんのディレクション全部やるんですか？そうですね、基本的に全て の, そのなんかこうアイデアを出す立場で、そして、まあ、僕自身がもちろん演じるわけでもないし演奏するわけでもないので、ディレクションをさせていただいた、その演出させてもらったものに対してジャッジをする、全てにジャッジをする。だからいろんなものをこうチェックしなきゃいけないですし、自分の考えを必ずちゃんと伝えなきゃいけないっていう仕事ですね。しかも結構多方面にスタッフがいるので、きっちり伝えていかないと横で並んだ時にちぐはぐになってしまったりとか、そうですね、だからちょっとオーケストラチックですよね、誰かだけやればいいっていうことではないですし、やっぱなんか指揮者に似てるかもしれないですよね、なんかその辺とかは。なんか監督っていう立場、例えば僕この業界に入るまで全部監督が絵描いてると思ってたんですよ。なるほど、確かに。ただ自分でやってみるとですね、まあ、絵をもちろん描くことはあるんですけど、どちらかというとアイデアを出してそれをみんなにこうやってもらう立場、アイデア出しの立場っていう。でもそれってなんか難しそう、自分でやる方がよっぽど楽じゃないですか。描いちゃって、まあ、確かに、まあ、違う頭脳を一つにまとめるのって、なんかオーケストラでもやっぱり大変なんですよね。ね、まあ、統率力っていうか一種のカリスマ性が必要ですよね。申し上げてください。数字も入っちゃうよっていうことですよね。カリスマの数がここに関係ないだろ、数字として現れてるんです。いや、まあ、でもそうですね、チームで作っていくっていう感じではやっぱありますので、いろんなところに目を配るっていうのはやっぱ監督の仕事の一つだとは思いますよ。なんかあと今日もう一つ、その私声優の方とかとお仕事させて、声優の皆さんとお仕事させていただくの今日は初めてなんですけど、はい、こんなに弁の立つ方々だともう楽しいです。喋るありがたいです。まあ、プロだしね。いや、プロ、もちろんプロなんですけども、ほら、もちろんその声の美しさ、演技力というところで一番の、なんだって別に話し家さんではないですよね。そうです ね、どちらかというとお芝居演じる方が本業で、ね、本当に、ねね、あと今日監督がいらっしゃるって聞いて、監督って聞くともう突然気難しいじゃないですか。いや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 、お疲れ様ですって今日入ってもらった時に、よかったってなったっていうのありましたけれども、さあ監督、第2クールいよいよ中盤、はい、この先の見どころみたいなものを教えていただいて。そうですね、物語は佳境に向かっていくのですが、はい、原作が来月発売の、まあ、月刊マガジン、少年マガジンでですね連載中なんですけど、来月もうすぐ発売ですが、そこで完結するんですけども。聞きましたその話。アニメもそこまで描ききる予定です。もう実は絵コンテとかも全部出来上がっていまして。あ、今でも、はい、話は全然絶対言わないですけど、話は絶対言わないですけど、もう本当に同時並行でもう本当に動いておりますので、はいはい、この物語が。その顔ってもない。坂田君知ってるんですか、結論。坂田さんに教えてる。僕は知らないです、ね、知らないです、本当に知らないです。今ね、すごい不敵な笑みを浮かべて知ってると的な。何、あなた知ってるの。いや、すみません、ただ意識が飛んでただけです、申し訳ない。まあ、なんか楽しみもありますしね、あんまり伝えすぎるとっていうのもある。そうですね、こうふつふつと構成のように。そうですね、そうですね、まあ、個性と香りの物語はもう結末を必ず迎えますので、まあ、そこをこう楽しみにしていただければと。なんかダメ、ちょっとなんかこうってなると思ってますけど、皆さん楽しみにしましょうね。監督ちょっとよろしくお願いします。もう多分作ってあると思うんですけれども、はいはい、みんながこうよしって思えるような内容にぜひしていただけたら、ファン人としても安心しますので、よろしくお願いいたします。皆様どうか大きな拍手でこのご参加をお送りください。坂田智樹さん、そして種田理沙さん、そして石黒恭平さんでした。ありがとうございま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 した。まあ、でも石黒監督の手に委ねれば大丈夫でしょうけど、なんかこう今日のオレンジを聞いた時にも歌詞にいろんなことが込められていて、私も実はまだ結論を知らないんですけれども、ちょっと
ただどうなんでしょうね、この大人がマガジンの発売日にマガジン買ってるっていうのはどうなのかなと思いつつやるような気がしてますけども。さて、コンサートの方も終盤に差し掛かっております。続きましてはトークコーナーに参加していただいた宮園かおりちゃんのモデルアーティスト篠原優奈さん、ご準備の方ができたということなのでまた演奏していただきたいと思います。で、曲がベートーベンです。バイオリンソナタ第9番クロイツェル第一楽章、もうこれを聞いてあーと思われた方多分多いと思うんですけども、後世が初めて宮園かおりちゃんと出会ったその日、東亜音楽コンクールでかおりちゃんが演奏していた曲です。そのクロイツェルお聴きください。Thank you.
しょうか。もう一度大きな拍手を。いよいよ、コンサートも、これ最後の曲になります。コンサート最後の演目といたしまして、アニメ第4話で圧巻の演奏シーンを見せてくれたサンサンスの女装とロンドカプリチオーソをモデルアーティストの篠原優奈さん、そしてピアニストの坂田智樹さんのゴールデンコンビでお聴きいただければと思います。
いやふーって感じですね。今日は本当に皆さん皆様お越しいただきましてありがとうございました。これいつも思うんですけれども、もちろん舞台に上がる素晴らしいアーティストの方もさることながら、素晴らしい観客あってこそのコンサートです。今日の皆様ご自身にまず大きな拍手を。最後にアンコールに変えまして、また、はい、また皆さんにご登場いただいて、アンコールに変えたお別れの曲としたいと思います。改めて大きな拍手でお迎えください。直人さん、高田さん、そして篠原さんです。ご紹介したいと思います。セブンアップス七重さん、監督石黒恭平さん、そして金田梨沙さん、いや今日改めて皆さんで続いて前へどうぞどうぞ。すごいですね、横並びが豪華だなと思いますけどね、毎一文字に。まずは皆さん今日参加されてどうだったかなということで、一番遠いところから行きたいと思います。直人さん今日どうでしたか？そうですね、
まあ、僕普段いつもポップスを弾いているのでこういうクラシックのホールで弾くのはなかなかないことなので、特にそしてクラシックの若いこの2人と共演できたのは嬉しかったですし、まあ、ナナエちゃんの歌も素晴らしかったですし一緒にオレンジできたのもいい思い出になります。いい思い出になります。おじいちゃんみたいなこと言わないでください。まあ年長者として。でもちなみにここ高校先輩で後輩だったんですよ。あら今日初めてだったんですけどすごい嬉しくて。坂田君大丈夫ですか？先輩風吹かされてない？大丈夫？僕は大丈夫です。大丈夫。よかったです。よかったです。どうでしたか今日坂田さん今日は。いやもう本当に直人さん、まあ、今日僕直人さんと無理に立てなくて大丈夫ですよ。いやいや本当に本当にすごい楽しませていただきましたし楽屋の裏で話してる時なんかも舞台だけじゃなくて今こうやって弾いていただけるのも本当楽しかったですし監督さんもかなり長いスタイルから今こう髪型が変わってねこう今日一番最初に一番びっくりしたことだったんですけどもごめんなさい一番が二重就職なんてちょっとおかしかったんですけどへえー、そうです女性顔負けの髪型種田梨沙ちゃんぐらいあったってことですか。お揃いっていう言葉の使い方が少し違う気がするけど新年悪いことしたわけじゃないですよね。先払いで、ね、篠原さんどうでしたか今日は。こんななんかすごい大きな方でピアノと弾かせていただくの初めてでなんかエネルギーがもうクロイちゃんのところで切れそうでロンカムで、ね、坂田君とやるときになんかもうプルプルしちゃってあれだったんですけど。でもやはり嬉しかったんじゃないですか。はい楽しく弾かせていただいてありがとうございました。そしてナナエさん直人さんと一緒に歌ってみて今日どうでしたか。優しいありがとうございます。そうですね私も実はこうやってコンサートという形でクラシックに出るの初めてだったんですけど本当にびっくりするぐらい緊張してたんですけどもう皆さんもすごく温かかったですしとっても気持ちよかったです。ありがとうございました。ちなみに4月29日茨城公演ですとか5月9日栃木公演ですとか5月23日の群馬公演とかもあるんで来ていただいて全然結構です。直人さん今日のアレンジ覚えてらっしゃいますよね。はい僕がしたんでね覚えてますよ。ですよね。もうぜひぜひこの後もまだまだ機会があると思うので、はい、もう私お政治聞かないのでまた絶対行きたいと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今行った公演は5階のロビーでこの後予約と先行チケットが買えちゃうやつでまだまだ他にも全国つうらうら行く予定ですのでぜひ皆様チェックの方していただけたらと思います。さあそして監督そして種田さん今日どうでしたか。いや楽しかったですね。僕ただ喋ってるだけでしたけど。いや楽しかった。若干お客さんになってました僕は。いや楽しませてましたよ。まあ登壇終わってから上の方で聞かせていただいたんですよ。よかったですよ本当に。なんかいろいろでもアニメ作ってた時の記憶が蘇りましたね。ロンカプ聞いてる時とか黒いてるとかもそうですけど、なんかいろいろな思いを馳せながら聞いてました。また、はい、素晴らしい作品よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。そして羽田さんこの後も大変ですよ、はい、もうそうなんですよ。ちょうどあさって15話になりますよね。はい、なのでもうあと残すところ本当にわずかなんですけれども、もう今日本当にただただ演奏を監督と一緒に上で見させていただいたんですけど感動してしまって今後の展開なんかをいろいろ思いながらちょっと胸が私も熱くなりながらはい、すごい本当になんかやっぱクラシックをこう起点とした作品でもあるの で昨年もクラシックコンサートやられてたって聞いてそちらはちょっと行けなかったんですけどこう念願かなって今日こうやって皆さんと一緒にこう曲の演奏を聴くことができて本当に幸せでした。ありがとうございました。今日いただいたエネルギーを
ちょっとお芝居の方にぜひお願いします、はい、あの今日来れなかったキャストにも伝わるようにちょっとすごかったよって格式高かったよっていう風に伝えておきます。いやいや、格式の部分はね、はい、まあどうなんでしょう、まあまあ、高いんだか低いんだかちょっと若干高低差が今日ありましたけど、はい、真面目にやろうって言っとくので、分かりました。これからも本当にキャスト一同このエネルギーに負けないぐらい頑張らせていただきたいなと思いました。あの皆さんぜひあのアニメの方、漫画の方、そして CD の方、そしてこの素晴らしいアーティストの皆さん、これからもよろしくお願いいたします。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手をお送りください。待って、5階と7階とあったのよ。そう、7階ロビーで、7階ロビーにおきましては本日演奏を行いました直人さんのサイン会、これご購入者の方すべての方にサインということでサイン会の方を行わせていただきます。そしてあとセブンアップスの七重ちゃんに会いたいという方、CD の先行予約をしていただきますとサイン会の方にご参加いただけます。なお5階の方におきまして、先ほど申し上げました茨城公演、栃木公園、群馬公園のチケット先行発売および予約も受け付けていますので、5階のロビーにお立ち寄りいただければと思います。今日は本当に大勢の方に来ていただきまして誠にありがとうございます。またお会いできる日楽しみにしております。本当に今日はありがとうございました。